五所川原駅は青森県五所川原市屋座大町にある東日本旅客鉄道五能線の駅である。本記事では隣接している津軽鉄道津軽鉄道線の津軽五所川原駅についても記載する。道の区鉄道の終着駅として開業した。開業6年後に国鉄五所川原線が開通、後に野代線と合わさって現在の五能線となる。 1927年には、道の区鉄道が国鉄に買収され、1930年には津軽鉄道も乗り入れを開始する。津軽鉄道の駅は1956年に津軽古書原に改称している。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎とホームは古線橋で連絡している。二番線に並行して留置線があり。 当駅発着の臨時列車の留置に使用する。この線唯一の終日社員配置駅。管理駅として、大前津駅、藤崎駅間の各駅を管理している。離せる指定席券売機、自動券売機1台、待合室を設置。2015年9月30日まで、ビュープラザも設置されていた。緑の窓口については、もしもし券売機帰る訓導入時に一度廃止され、 その後、カエル君廃止時に指定席券売機が代替で設置された。指定席券売機で購入できない切符に関しては、ビュープラザで取り扱っていたが、ビュープラザ廃止に合わせて、友人の緑の窓口が復活する措置がなされ、営業を再開した。なお、ビュープラザ廃止と同時に指定席券売機も撤去された。しかし、2二2一年六月三十日には再び、 緑の窓口が廃止され、翌日の7月1日からは話せる指定席券売機が営業を開始している。2010年3月には、ホーム上と改札口に発車表が設置された。ただし、改札口の発車表には、改札中の表示はされない。駅舎は2013年10月に開催された、秋田デスティネーションキャンペーンに向けて、ハイカラな町五所川原をコンセプトとし、 同年8月1日にリニューアルされた。乗り場 JR ホーム短式ホーム一面一線を有する地上駅。通路及び古線橋は JR と共用しているが、駅舎や改札口は異なる。駅舎に出発窓口を設ける。自動券売機設置。夜間、早朝時間帯は窓口が休止となる。ただし、運転扱いのため、ホームにある運転室には、 終日駅員が配置されている。JR 線に比べて、最終列車の時刻が早いため、津軽鉄道線ホーム及び湖泉橋の津軽鉄道線へ向かう部分は、JR 線部分により先に消灯される。当駅で乗車する場合、少人数の団体利用がある場合は、団体客と個人客の乗車口を分離する場合がある。当駅で下車する場合は、乗車券や運賃は、 運賃箱に投入するため駅周札口では収札業務を行わない。ただし、ストーブ列車運転日や、かなぎ桜祭り期間中は駅周札口にて収札を行う。校内に津軽鉄道津軽古所河原機関区があるほか、津軽鉄道の側線が JR の留置線とレールが接続されている。腕二式信号機は場内侵入時のみ使用し、 出発時は、東務駅長の合図で発車する。2009年4月に、旧駅売店跡地を使用して、高市やチャッペが開店したが、撤退し、現在は、五所川原農林高校のサテライト店が入っている。乗り箱線橋にある3番線の路線名の案内板は、JR 線を模したデザインではあるが、手書きである。3番線の反対側に4番線の番号札が、 存在する。しかし、番号札のみで路線名の案内板はなく、使用されていない車両が留置されているほか、木や案内板、自動販売機などで塞がれており、営業使用はされていない。近年の推移は以下の通りである。五所川原市の中心部で、駅周辺には、役所や病院などの公的機関や各種銀行などが揃っている。広南バス、五所川原駅前案内所は、 五所川原駅向かいにある広島南バスの案内所である。2006年11月に建物の全面改修が行われ、売店、お焼き屋、蕎麦屋がリニューアルされたほか、トイレも改修した。また、広南、観光五所川原営業所を併設している。ターミナル内には、青森市内、広崎バスターミナル、木造、13までの自動券売機が設置されていたが、 2014年4月の消費税増税に対応できなかったため撤去された。駐車区出店 JR 東日本津軽鉄道津軽五所川原駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。